ね。あでもなんか私すごく忘れられない瞬間がナナシスのセカンドライブに、うん、あの見に行かせていただいて、あその時 QOP は出てないんですけど、うんうんうん、その時にあの真由志先生が、うんうん、本当にかっこよくて、私あの時の多分ツイートとかしたんですよね、まゆしちゃんかっこよすぎるみたいな。待って嬉しい、ちょっと遡れる元気な方遡ってくださいなんかその本当にもうあのこういう感じなんかこれね、本当にベースを引き狂う感じがもうかっこよすぎて、あのねすごい言われるの、ベースあんなに頭振ってたら普通音出ないですえなんかもうかっこよすぎて、あの瞬間を私はもう目に焼き付いています。いや嬉しい、ありがとうございます。一つ絶対話そうと思ってたことが、はいはい、何でしょうかあるんですけど、はい、あのフォーユーの皆さんが、うん、あのリハーサルとかしてるときに結構舞台裏のスクリーンとかで、うんうんうん、あのキャストの皆さんが、うん、あの他の皆さんのリハーサルとか見てたりするじゃないですか、うんうんうん、その時になんかあのフォーユーのリハーサルをしてる時に結構みんな集まって、うん、やばめちゃかっこいいみたいなこと言いながら そのモニターを見てる時に、うん、そこにあのシトラスの田中みな実ちゃんが見てて、みんながうわこういうかっこいいみたいな言ってる時に、いやうちのセンターなんだよねみたいなことを嘘言ってたんですよ。みなみ直接言えよかっこいいでしょうちのセンターなんだよみたいなことを言っててそれを私はちょっと勝手に見てて、うん、エモって思ったこの瞬間、本当にって思ってました。嬉しい、まあね、シトラスも可愛いグループですからね、割と序盤に出ることが多いですけど、シトラスはそうです、ね、後半が多いじゃないですか、そうなんですよね、我々って。だからもう緊張しながら見てるよね、みんなまだ終わってないからっていうので、緊張しながら、ね、っていうこれは絶対話したかったから話してよ。ありがとうございますそう、微笑ましすぎるありがとうございます。